自分よりも稼ぐ男に目がいっちゃう。これが時代遅れなの。はい、ミッキー岡田です。今回は生涯独身の男女が急上昇している本当の理由、素敵な相手を見つける方法とはをお伝えします。みんな生涯未婚率っていうのを知ってる？ざっくり言うと50歳までに1回も結婚したことがない人の割合やねんけど、実はこの生涯未婚率が年々上昇しとんねん。それはなんとなく分かってるよな。晩婚化とか少子化とかそんなことはよく聞くもんな。昔よりは結婚を選ばない人が増えていることはイメージつくやろ。ちなみに最新のデータでは男性は4人に1人、女性は7人に1人が生涯未婚と言われてる。もちろんな、結婚せえへん人生も素晴らしいもんやし、選ぶのは自分自身やから独身でいることが悪いっていうことではない。結婚したくてもめちゃ幸せな人生を過ごしてる人もたくさんいてるよ。せやけどさ、その一方で結婚したいのにできひんねんって悩んでる人がほんまにたまらんほどおんねん。こんなに頑張ってんのに結婚できないですって泣いてる人、嘆いてる人がたくさんいてるやん。なんでこんなに結婚したくてもできひん人が増えてるんやろか。僕たち結婚相談所のカウンセラーの力不足もあるんやけど、もっと大きな理由があるのよ。ということで、結婚したいのにできない人が増えている理由と、なんで生涯未婚率が上がってんねんやろかっていうのを考えてみたいと思います。そして最後には、じゃあどうすればええねん、どうすれば幸せになれんねんっていうのを実際に素敵な結婚をたくさん見てきた結果から伝えます。じゃあ行きましょう。生涯未婚率が上がった理由、まず生涯未婚率が上がった結論を言うとな、男も女も時代遅れなのさ。男も女も時代遅れなのさ。男も女も時代遅れなの。時代遅れなの。今はめっちゃええ時代でな、いい意味で平和になって女性の社会進出が進んだわな。女性が社会進出してきたのはめっちゃええことや。昔はさ、女性は働き先が少ないから人並みの生活をするためには結婚するしかなかったような時代やってんな。せやけど今は女性もバリバリ働けるし自分一人で生きていける時代になったわ。わざわざ結婚しなくても幸せかどうかはさておいて生活には困らんや。ほんまええ時代や。感謝や、感謝感謝。でもさ、この女性の社会進出や女性の地位が向上したことでやっぱり男性の立場が相対的に昔より低くなったってことが事実としてある。女性の立場が男性の対等になってきたんやからええこっちゃ。でもやで、難しいことに心の奥底の部分ではまだまだ男女の固定観念が根強く残っててさ、男性の方がしっかり稼いでほしい、だから自分より年収の高い男性と結婚したい、精神的にも経済的にも頼れる旦那さんがいいと思っている女性も多いねんな。あえて言うけど、時代遅れの気持ちこそがな、婚活を難しくしている理由やねん。特に女性の中で地位や年収の高い人な、この人らの立場は男性とさほど変わらんねんから、男性に対してもっと寛容な目で見てほしいねん。わかるかな、僕の言っていくことわかるかな。分かってほしいな。責任感とか解消とか大黒柱とか厳しいこと思わんといてくれよって言いたいね。前の動画でも言ったけどさ、女性ってやっぱり妊娠や出産もあるから、その間男性を頼りにするもんやねん。そういう長い間に培われた本能の部分があるねんな。だから稼ぐ男性のことを魅力的に感じるのね。自然にそう感じてもんよ。だからどうしても自分よりも稼ぐ男に目がいっちゃう。これが時代遅れなの。ずっと昔の感覚を持ち続けてるのよ。原始人ならぬ原始女性なのさ。男も変わんなきゃ。男は男でな、偏見プライドが高くてどこかで自分より賢い女性、収入の高い女性、勝ち気な女性、行動的な女性を避ける傾向にあんねん。おいおい、もうそんな時代じゃないんよ。あなたも時代遅れないよ、この原始人って思うのな。男性がさ、男としてプライドを保てるのは、夫が家族が満足するようにしっかり稼いで、家族の安全を守って、家族の中で誰よりも人として尊敬されるような生き方をする必要があるやん。できてるかい？それ目指して頑張れるかい？無理よ、無理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 、しんどいよ。そういう生き方ができるんやったらプライドを持ってやっていけばええやん。男性を立ててくれる女性を理想として探し求めたらええやん。けどさ、どのみち自分はそんな誇り高い生き方できひんやろ。俺も無理やもん。そやったらさ、その前にまず男やからっていうヘンテコプライドを捨ててまえよ、捨ててまえよ。捨てたらどうやねんって話よ。太古の昔から男が持っているヘンテコプライドがあるためにな、自分から相手選びの間口を狭くしてるんや。男がそこまで偉くなくてええやん、女性にひたすら優しくしたらええやん、家事や育児も頑張って夫の方がたくさんやってもええやんか。
奥さんがいっぱい遊びに行っても笑っていようや、おまけに気配りや思いやりも女性より深く大きな心でやってみようや、一昔前の男性を連れてくれる女性がいいとか、彼女は一歩下がって可愛らしい存在であってほしいとか、奥さんは家庭をしっかり守ってくれるとか、どうでもええねん。今の時代は全部男も女も同じように一緒にやっていかなあかんのよ。男が女性を立てたらええし、男も可愛らしくいなあかんし、夫婦で協力して家庭を一緒に守っていくんよ。それが今のあなたに必要なことなんだよ。男も女も時代遅れ。婚活に最も苦戦するのは年収の高い女性と年収の低い男性やねんな。年収の高い女性は自分と同等もしくはそれ以上の男性をって思うからさ、なかなかいい出会いがないわ。年収が低い男性は周りの婚活男性と比べられてお見合いにすら発展しなかったりする。辛いよな、辛い辛い、それは本当に辛い。そういう経験が重なると自己評価がますます低くなって、自信がなくなったり頼りなかったり卑屈になったり愚痴っぽい言葉が多くなったりして、もっともっと好かれなくなっちゃう悪循環や。確かにな、女性なら自分と同等またはそれ以上の人と結婚したいっていう気持ちはあると思うねんけどさ、共働き世帯がガンガン増えてるこのご時世やで、たとえ自分より年収が低い人と結婚してもさ、お互いのメリットでいろんな欠点をカバーできる方がええんちゃうかな。年収300万円同士の夫婦が結婚して世帯年収600万円になるのと、年収600万円の男性と結婚して女性は専業主婦になって世帯年収600万円なのと、どっちがええやろか。はっきり言うで、絶対に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 な、共働き夫婦の方が女性が幸せになれてるよ。今だけを見るとな、専業主婦で趣味がてら働いてたり好きなことをしてお小遣いを稼いでる主婦のことを羨ましく思うやん。でもな、もうすぐ人生100年の時代や、この先長いからさ、いろんなことが待ち受けてるのよ。旦那さんの会社が倒産、旦那さんの浮気が発覚、奥さんにいても立ってもらえんくらいの好きな人ができた、家族が病気になった、両親の介護、あなたにどうしてもやりたいことができた、家が火事になった、詐欺に遭いました、何かに目覚めちゃったとかな。専業主婦しながら趣味みたいに副業やるのが理想やわって思うかもしれんけど、今はさ、正社員であろうと一生の収入を保証してくれるような社会ちゃうやん。それやったら2人で世帯年収600万円を目指す方が絶対にいい、絶対にいい、絶対にいい。片方がもしも働けなくなっても収入がゼロになることはないんだから、要するに男性も女性も今現在の年収で判断するんじゃなくて、2人で働いているから収入がゼロになるリスクを回避できるっていう考え方の方がええって。去年成婚した会員さんでな、旦那さんは複数の民泊を経営しててやり手の実業家さんやったのよ。年収は3000万円以上や、玉残しゲットって女性は喜んでたけどさ、今年になって旦那さんの会社は倒産寸前や。コロナの営業でな、マンションも安いところに移って、最近奥さんはパートの仕事を始めた。人生さ、何があるかわからんねん。今現在の状況だけを考えて相手選びをすることって時代遅れなのよ。シーラカンスよ、化石よ、あなたは家でニコニコしてくれたらええよ。え、今は言うとる、周りから羨ましがられる最高の旦那でもさ、それが一生続くと思う方がおかしいね。旦那さんの仕事も浮き沈みあるからさ、その時の旦那さんの心理状況がどう変わるかとか、ほんま予想もつかないことが起きるのが人生だから。僕はいっぱい見てきてん、最初の頃から変わっていく夫婦をな。悲しいけど、だってな、離婚する人いっぱいおるやんか。夫婦の関係が今と変わってくることもあるってことを考えておかないといかんのは普通の当たり前の危機管理やねん。その時のためにな、転ばぬ先のなんとかじゃないけども、奥さんも必ず仕事しててよかったと思うことがあると思います。まとめ、男性も女性も無意識の中にある男性が大黒柱であるべきっていう先入観を取っ払えば、幸せな結婚をする人が増えるんちゃうかな。男も女もな、時代に合わせないかんのよ。男性は自分より下の立場の女性を求める部分を、女性は男性の稼ぎを頼りにする部分をさ、理性で克服しなあかんのよ。てか克服してください。変に自分の本能にこだわっているのは動物みたいなもんやんか。人間には頭脳があるし理性があるし自制もできるはずやねんから、今の時代にあった最高の幸せの見つけ方に自分の考えを合わせていく必要があるってこと。コミットよ、コミット、コミット、コミットしていかなあかんねん。それが今のあなたに必要なことなんだよ。はい、今回は生涯独身の男女が急上昇している本当の理由、素敵な相手を見つける方法とはをお伝えしました。今回の動画が役に立ったならチャンネル登録と高評価してみて
楽しい。今後も一生懸命動画配信していきます。よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。婚活頑張りましょう。時代遅れはかっこ悪い。バイバイ。頑張ろう。